Thank you for your listening. Good Air Docom. News from Kyushu. 熊本日日新聞からです。熊本地震で被災した南阿蘇鉄道で2017年4月に運行を開始しました頑張れ熊本漫画寄せ書きトレインが、今月の30日でラストランを迎えるんだそうです。25日にこの列車の乗車と普通区間の線路上を歩くレールウォークを組み合わせた特別企画が始まっています。11月30日でもう終わりなんですね。ドラえもんのねイラストが非常に印象的でしたけども、そこに様々なキャラクターたちがね、もう本当に漫画の雑誌の枠を超えてたくさん載っているという、まあ、そういうねイラストだったんですけれども、30日でとうとう終了ということになるそうでございます。漫画寄せ書きトレインは小学館が全面協力、ドラえもんや名探偵コナンなどのキャラクターを車体にラッピングし、117人の漫画家や原作者の応援色紙で車体と車内を飾ってあります。2017年11月末に一度終了したんですが、2018年2月に再開しまして、これまでに約5500人が乗車したんだそうです。特別企画は部分運行区間の高森中松を、この列車で往復しまして、中松から隣の南阿蘇、水の生まれる里白水高原駅、長いんですよこれ名前がね。もう一回言いましょうか、南阿蘇水の生まれる里白水高原駅の往復3キロを歩くんだそうで、25日に参加した大津町のパート、アナミさんは、これまで 4,5 回乗車しましたが運行終了は寂しいですと話していたんだそうです。1日2回このね、ウォークが開催されておりまして、参加費は大人が1000円、片道がトロッコ列車の場合は1500円、小学生以下は500円、片道がトロッコ列車の場合は700円ということなんだそうでございます。南阿蘇鉄道の方に詳しいことはお問い合わせください。電話0967620058、0967620058番まで詳しくはお問い合わせをいただきたいと思いますが、まあいずれにしてももうこれでね終わりということでございまして、まあ、これが終わるというのが一つのこの復興のスタートだと思うとね、喜ばしいニュースなのかなというふうにも思いますし、また、たくさんの寄せ書きをいただいたことに対する感謝のね日にもなるのかなというふうに思ってしまいます。あなたはどう思いますか。ニュースご紹介しました。